はい、どうも、奥大輔です。このチャンネルは阪神タイガース応援チャンネルということで、阪神タイガースの試合を振り返っていろいろお話をしております。いよいよですね、後半戦というか、オールスターブレイク終わってですね、後半戦というか残り50試合ぐらいですから、終盤戦ですかね、が、始まりましてですね、ヤクルト3連戦からスタートということで、今日ちょっともう日付変わってしまって、今日土曜日なんですけれども、金曜日ですね、昨日の、試合からですね、振り返っていきたいなというふうに思います。もう、日付変わってしまってますので、軽くですね、今日は一言だけお話をしたいと思うんですけれども、もちろんね、首位のヤクルトですから、とにかく勝つしかないということですよね。今、阪神、5割復帰して2位まで、オールスター前にですね、来ましたから、もちろんね、現実的には11ゲーム差っていうのはですね、逆転優勝っていうのはすごく確率は低いかもしれませんけど、でも2位にいますから、それは2位のチームがですね、首位とやるときは当然こう、勝ってですね、首位との差を少しでも縮めないと、この、プロのね、興行としてのセリーグ全体のその、試合が面白くなくなってしまいますから、これはもうね、阪神としては、もう、なんていうんですかね、プロ野球の火を消さないためにも、もう、頑張ってもらうしかないという、そういった責任がね、生じてくるような、そういう今、位置にいるなという感じですよね。で、オールスターでですね、青柳と、伊藤が投げたということで、ちょっとローテーションをですね、少し組み替えということで、後半戦の、金曜日のですね、先発ピッチャーを、西勇輝ですね、西勇輝が昨日先発ということで、で、ヤクルトの方は小川ということですね、いいピッチャーですから、出来が良ければ、投手戦になるかなという感じですね。ただ、これ二人ともそうなんですけど、いい時はもう手つけられないっていう感じなんですけど、悪い時はね、結構打たれたりするっていう、そんな、二人ですから、この二人の出来がですね、試合を左右するかなというふうに思ってたんですけど、結果的にはですね、西は非常に良くてですね、大川があんまり良くなかったっていう、そんな感じの、昨日はですね、試合になったかなっていうふうに思います。で、阪神の方ですね、ロドリゲスが加入しましてですね、スタメンで使ってきましたんで、スタメンのメンバーがですね、大体これで固定かなと。大体これが今の現状のベストメンバーかなっていうので、組んできましてですね、中野、島田、近本、で、佐藤、大山、糸原、で、7番ファースト、ロドリゲス、8番キャッチャー、梅野、で、9番、ピッチャー、西ということで、これがですね、現状のベストメンバーかなと。で、ヤクルトの方も、オスナ、サンタナが揃ってですね、コロナで離脱してた選手もみんな帰ってきて、ほぼベストメンバーということで、ようやくですね、これは阪神もヤクルトも、フルメンバーでですね、戦いができるっていう、そんな感じですよね。はい。で、まず西投手のピッチングなんですけど、昨日は、いい時の西投手ということで、あとその、球審のストライクゾーンもですね、若干、なんていうんですかね、広めに取ってくれた。特に低めですよね。青柳とか西とか秋山とかこの辺はですね、低めのストライクゾーンをどのぐらい取ってくれるかっていうことが、もう本当にピッチングに直結するような感じですけども、だからね、ギリギリいったところがですね、ボールって言われるのとストライクって言われるのでも全然変わってくるんですけど、昨日は、低めのですね、稼働ですよね。この辺を結構広めに取ってくれたっていう感じだったので、これがね、西投手にとっては助かったのかなって。これを、ストライク取ってくれるもんだから、相手からしたら手出さないといけないわけですから、早い段階からですね、手を出してくれて、球数も少なくいけるという感じですよね。だから昨日は非常に、安心して見れるようなですね、ピッチングだったかなっていうふうに思います。で、一方ですね、大川が昨日はあんまり良くなかったんですよね。いつも言ってます、立ち上がりはどのピッチャーも不安定だから立ち上がりに点取るのが大事っていうことで、昨日は立ち上がりに3点取ったんですけど、昨日はもう小川投手はもう交代するまでずっと良くない状態だったんですよね。まっすぐの球威もあんまりなかった。要するにまっすぐで、空振りとかですね、ファールがあんまり取れなくてですね、結構まっすぐをこう捉えられてたし、それにあれですね、もうコントロールも良くなかったんですよね。だから球威もいまいちだし、コントロールも良くないっていうことで、打たれるよなっていう、そんな感じのピッチングかなと思います。で、そのね、いわゆる西投手とか小川投手とかですね、巨人の菅野投手なんかもそうかもしれませんけど、もともとコントロールがいいですね、ピッチャーが、調子悪いとですね、逆に打ちやすくなるみたいなんですね。藤波みたいなですね、あれ玉でどこ来るかわからんみたいなですね、ストライク入らへんみたいな、そういう場合は打ちにくいと思うんですけど、逆にこうまとまってストライクゾーンに来るからですね、こう打たれるっていう、そんな感じが多いのかなっていうふうに思いますけど、昨日の小川投手はまさにそうですよね。追い込んでから決め球が全部甘く来てるんですね。
追い込んだ後の決め球がですね、変化球が高めに浮いてですね、ど真ん中の高めに来たりですね、でそれはもう全部こう打たれると、まあ、追い込まれてますから当然バッターはですね、手出さないといけませんが手出していきますよね。そこに甘い球が来たらそれは当然打つっていう感じで、これで初回からですね、中野がいきなりヒットで出塁をして、だこの中野のヒットが大きかったかもしれませんね。これでちょっと相手考えたんかもしれません。あれまっすぐ打たれたぞみたいな感じですね。今日もしかしたらまっすぐがあんまり、距離がないのかもしれんみたいなので、変化球中心になったところをまた、畳みかけられるっていうそんな感じだったんですよね。で島田も引っ張って、ヒットですよね。で近本も引っ張って、この左3人が全員こう引っ張ってヒットですから、やっぱりちょっと球威がねないのかなっていう感じですよね。この引っ張ってヒットっていうのはね、その球威がある時はなかなかこうないんですけど、まあ相手の脅威があってまっすぐがすごい力あるときはですね、この辺の 1,2,3 番のですね、中野、島田、近本あたりをもう逆方向にですね、軽くミートしてですね、逆方向にヒットを打つっていう、こんな感じでヒットを打つことが多いんですけど、もしくはセンター返しですよね。ピッチャーの足元を抜けていくようなヒットっていうのを、まあ、狙ってくるんですよね。バットを短く持ってコンパクトに振ってですね、速いストレートに負けないようにっていう、そんな感じで来るんですけど、もう昨日はですね、もう全部引っ張ってですね、ガン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 気持ちいいようにヒットを打ってましたから、まあ昨日はまあ脅威なかったんかなっていう、そんな感じですよね。で、中野ヒット、島田ヒットで1、3塁になって、で近本がヒットであっという間に先制点を取ると。で昨日はこの1点で終わらなかったのが良かったですよね。まあ、佐藤が打ち取られましたけども、これでダブルスチール決めるんですよね。でこれも大きかったですね。セカンドランナーが島田、ファーストランナーが近本はですね、もうこれ完全に盗んでましたよね。完全に盗んでこれダブルスチールを決めて、で、大山、5番の大山なんですけど、大山選手の決め球に関してはですね、インローのストレートなんですけど、これはいいとこに行ったんですけど、まあ、決め球がいいとこに行ったのはこの1球ぐらいかなと思うんですけどね、インローのすごいいいとこにまっすぐがですね決まるんですけど、それをですね、詰まりながらですねセンター前ヒット、まあ なんとかこう内野の頭を越えていくみたいなヒットで2点目を取るということですね。だからこれもね、そのすごくいいところに決まったやつを打ち返されたってことは、やっぱり脅威がなかったのか、もしくはこれ、コントロール重視でね、こう置きに行ったのか、まあどっちかですよね。ただまあこれもまっすぐがいいところに決まったやつを打ち返されたっていうことで、もうこれでですね、完全にこっからあとはもう変化球中心っていう感じになってしまったっていう感じかなというふうに思います。で、この後、糸原のピッチャーゴロで、ダブルプレー崩れないでもう1点入ると。これも大きかったですよね。これ、ピッチャーゴロで小川投手取ったんですけど、ちょっとグローブのなんかね、隙間に挟まって球がちょっとね、抜けなくて、ちょっと時間かかってしまって、バックホームもできないし、ダブルプレーも取れないっていうことで、この辺ラッキーかなっていう感じですけど、まあこれで3点取って、これで、ね、西投手楽になりましたよね。で、西投手これで3点取ったんで、まあ、要するに、ランナーを貯めるのがいけない、フォアボールがいけないと、ストライクゾーンでガンガン勝負していかないかんと。まあ、ヒットとかホームランは多少打たれてもいいけど、フォアボールだけはダメだっていう、そんな感じの、ピッチングに変わってですね、こうなってくると、やっぱりこう、経験のあるですね、西投手あたりは、まあ、強いですよね。これ1点差とかね、同点だったらもう、すごくね、気使って常にこう 100% で投げないかんっていう感じなんですけど、で3点リードということで、うまいこと抜くとか抜いてですね、でまあギア上げるとこ上げてっていう、こんな感じで、まあまあスイスイと、ね、2回以降はですね西投手は行ったかな。まあ途中ちょっとねロドリゲス、選手がちょっとエラーで足引っ張ってですね、ピンチ迎えるってことありましたけども、ここもね落ち着いて切り抜けることができたので、まあ、この辺もね頭の切り替えなんかはまあさすがやなという感じですね。で追加点がですねロドリゲス選手のホームランなんですけど、これもねロドリゲス選手、まあ、来日してから、まあ、タイムリー打ったりね、して、まあ、どうかな、活躍するのかなっていうふうに思ってたんですけど、ちょっとね、その、オールスター前の試合と、それから、この、昨日の試合のですね、第一打席見たら、やっぱりちょっと日本のですね、ピッチャーには苦労するのかなっていうふうにちょっと思ったんですね。変化球をね、空振りくる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 してですね、低めの落ちる球もですね、空振りしたりしてましたから、これ振ってるようやったら、ちょっと日本のね、ピッチャー打つのは、ちょっと苦労するんちゃうかな、ちょっときついかなと思った矢先にホームランですからね、まあ、わからんもんやなという感じですけど、ここもね、小川投手ね、追い込んだ後、最後スライダーと真ん中ですから、まあ、そりゃ打つでっていう感じですよね。それはもう、ロドリゲス選手からしたら、打ちたい、打ちたいっていう感じですから、
ここね、ボール、球をね、投げたら空振りやなって思って見てたんですけど、まさかのど真ん中にスライダーが来るっていう感じですから、これはもう、小川投手はもう、失投以外の何もんでもないですよね。これはもう、どう考えても打たれるっていうパターンですね。もう打ちたい打ちたいってなってるところに、半速球が甘いところに行くって、ちょうどしかも手が伸びるところですよね。ロドリゲス選手ね、背も高いし、リーチも長いしですね、ちょうどこう手が伸びて、一番、ボールに力がこう、加わりやすいところにですね、半速球が行ったっていうことですから、まあ、これはね、まあ失投なんですけど、まあ、失投にしろですね、こういったホームランが出るということで、ここから乗っていってくれればなというふうに思います。まあ、まっすぐもね、打てるし、変化球も打てるしということですから、まあ、慣れてくればね、ある程度その、まあ、なんていうんですかね、びっくり箱的なですね、一歩間違ったホームランあるでっていうような感じで、下位打線に置いとくとですね、面白いかなというふうに思いますよね。そのね、チャンスでですね、ここでヒット欲しいっていう時に打つっていう感じではなくてですね、もうとにかくブンブンブンバット振り回しとってもらって、たまに相手が失投を投げた時にホームラン出るみたいな、びっくり箱的なですね、そんな感じの、7番バッターっていう感じで置いとけばですね、相手からしたらまあまあ怖さあるんかなっていうふうに思います。まあ、間違えなければ抑えられるけども、失投行ったら打たれるっていうですね、まあこれやっぱり、これはこれで怖いですよね。一歩間違ったホームランあるっていうことですから、やっぱりね、一発のあるバッターの前にランナー溜めたくないっていうことですから、今度は抑えになりますね。5番大山、6番、糸原、で、7番に、ロドリゲスがいたら、大山、糸原をまあまあ歩かしてもええわという風にならないわけですから、やっぱりランナー出したくないと。フォアボール嫌やなっていう感じで、まあストライクゾーンで勝負しに来てくれることが増えると思うので、だったらまあ大山もですね、糸原も若干こうね、打ちやすくなるのかな。相手のこうマークが分散するっていうことですよね。そういった意味ではまあまあ、昨日みたいな活躍が期待されるわけですよね。要するにその、ここで1点欲しいっていう時に、しぶとくタイムリーを打つみたいなんじゃなくてですね、なんていうの、間違えたらボーンとホームランがあるみたいな、そんな感じですね。だから守備は多少ね、目をつぶっても、ビックリ箱的な下位打線っていうところで、まあまあ期待されている通りの活躍を今のところは見せてくれてるかなと。あとこれでまたね、だんだんデータがこう揃っていって、相手の攻め方も変わってくるでしょうから、そうなった時にどういう風にしていくかっていうですね。よく球見て、球見てね、そのボール球振らないように振らないようにっていう風にはしない方がいいと思いますね。まあ、とにかくもうブン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 振り回すっていう感じで言っとかないと、たまに失投来た時にそれ見逃しちゃうわけですよね。ね、球を見て、球見てってね、そのボール球振らないように振らないように落ちる球に気をつけて気をつけてってやってると、たまに失投が来ても手が出ないというかですね、昨日なんかはもう何でもかんでも振っていくっていう感じだったんで、失投が来た時にホームランが出るっていう感じですから、とにかくブンブン振り回すタイプでいいかなっていうふうに思います。はい。で、まあ、この追加点も大きかったですね。これでまあ相手、小川投手がですね、早々にこう、まあ、マウンドを降りると。で、継投に入るということですけど、当然ね、4点差ですから、勝ちパターン使えませんからね、まあまあ、勝ちパターンじゃないピッチャーを使うということなんですけれども、まあ、ただ、昨日は最後、今野出てきましてですね、今野結構ね、いい場面でも使われるような選手なんですけど、やっぱりね、昨日今野からさらに2点ね、ロドリゲス選手のタイムリーと大山のホームランでですね、今野投手から2点取りましたけど、やっぱりその、なんていうんですかね、やっぱり今野投手なんかもその気合入らんですね。完全に敗戦処理の役割ですからね。その、いいピッチャーでね、勝ちパターンでも投げるようなピッチャーが、やっぱ敗戦処理の場面で出てきたりしたら、それはね、気合入らないから、まあ、昨日はね、今野投手から打ちましたけど、まあ、あれはあんまり参考にならんかなと。相手あんまりね、気合入ってない状態で、なんで俺が投げないかんねん、みたいな感じで多分投げてたと思うんですね。なので、ただまあ、そっから点取るっていうのは大きいことですけどね。追加点取ってですね、これ逃げ切れたわけですから、で、大山選手もホームラン出ましたからね。これでも21本かな、なってますから、もう去年に並んでますからね。そのキャリアハイが、28本ですから、これをね、なんとか、クリアしてほしいなというふうに思います。ちょっとね、また量産の期間があれば、簡単にね、行くような数字かなと思うので、その28本打った年はコロナの影響で試合数少なかったんでね、もし試合数が多ければ30本ぐらい行ってたかなと思うんですけど、まあ、ぜひとも今年は大山選手30本ね、目指して行ってほしいなというふうに思います。はい。で、まあまあ、だから昨日はまあ、阪神からしたら、快勝ですよね。完勝ですよね。その、打つ方もいい形でですね、先制、中押し、ダメ押しっていうですね。で、いろんなパターンのですね、ホームランあり、タイムリーありですね。それから内野ゴロの間に点取るっていうのもあったし、盗塁に足も絡めた攻撃もできたし、で、ロドリゲス選手にも一発出たしですね。まあ、非常にいいことづくめと。で、ピッチャーの方も、まあ、西、関東完封も狙えたと思うんですけれども、まあ、無理はさせないというところでしょうね。この後少しも、投げる機会が増えると思いますから、まあ、7回で
ですね、まあ、無理にな、引っ張ることはないかということで、系統に入って、この系統もですね、タイミングも良かったし、系統もハマりましたですね、昨日はね。梶谷がですね、行って、渡辺が行ってですね、で、右には梶谷、左には渡辺っていうですね、この右キラーの梶谷と左キラーの渡辺がうまくハマってですね、で、まあ最後はもう、まあ、ね、点差開いたから、まあ誰でもいいわっていうところだったと思うんですけど、まあ岩貞がピシャッと抑えて、まあ、完封リレーということですから、昨日はもう投打ともに、会心の試合だったかなという中でですね、4番の佐藤選手だけがちょっとね、いまいち、昨日はあまり良くなかったので、ちょっと心配なんですよね。そのオールスターでね、ホームラン競争で、ブンブン振り回して、ちょっとまた疲れがあるのかね、どうなんかわかりませんけども、ちょっとね、状態が悪いのか、だから、ただね、今年その、去年みたいにガーッと落ちていくかなと思ったら、耐えるみたいな感じがずっと続いてるんですよね。打率が大体2割7分ぐらいでずっと来てるんですけど、ちょっと調子悪くてですね、ヒット出ない試合が続いて、2割6分台になって、ね、そのまま2割5分4分って下がっていくかなと思ったら、ちょこちょこ打ち出して、また2割7分ぐらいにこう戻すみたいな、なんとか耐えてるっていうですね、そんなのが続いているので、まあ、この辺はまあ、なんとかかんとかですね、去年とは違うぞっていうところをこう見せてほしいなと。今、昨日がノーヒットで、またちょっと打率下がりましたけども、またですね、今日あたりまあ1本2本打ってですね、またこう盛り返していってですね、なんとかこう、率が下がらないようにですね、ね、していってほしいなというふうに思います。あとホームランもね、なんとかね20本今乗せてほしいなというところですから、今15本ですからね、あと5本なんとかですね、打ってほしいなという感じですね。だから2割8分のホームラン20本、ぐらい打ってくれればですね、まあまあ4番としてね、いいのかなという感じですけど、今の成績だとちょっと物足りへんかなっていう感じで、まあもちろんね、大卒2年目ですからね、よくやってるんですよね。大卒2年目の選手でね、打率に割合8分、7分8分でホームラン15本ぐらいっていうのは、まあ過去の選手を見ても、すごくよくやってる方ではあると思うんですけど、やっぱり期待が高いだけにね、ちょっと物足りなく感じてしまうんですね。あと同級生の牧選手がね、同じぐらい打ってますから、やっぱりどうしても比較してしまいますけども、まあね、過去その例えば、原監督とかね、岡田彰布さんとかね、高橋由伸さんとか、まあ大卒で、期待されて入ってですね、2年目でやっぱり成績バーンと上げてる人多いんですけど、ただまあ、金本さんなんかも大卒で入ってきてますけど、1年目2年目3年目って全然ダメでしたからね。でもその生涯の成績見たらですね、金本さんの方がですね、その高橋由伸さんとかね、この辺よりも上回ってるわけですから、まあまあそんなにまあ急ぐこともないのかな。いきなりね、大卒で入ってきて、いきなり3割30本打てっていう、まあそういった期待がどうしてもかかってしまうんですけど、まあそういう、そんな焦ることもないんかなっていうふうに思いますが、とりあえずチームが勝ってりゃいいかなと。チームが勝ってさえいればですね、あんまりその佐藤にこうね、こうなんていうんですかね、プレッシャーがかかることもないでしょうから。負け始めるとね、佐藤が打てへんから負けんねやってこうね、なりますけども、とにかくチームが勝ってる間にですね、なんとかこう、まあ、ね、バッティングの状態を戻してほしいなと。あとは体力ですよね。1年間通じて戦う体力っていうところが、やっぱり2、3年やっていかないとついてこないと思いますから、だから、疲れが見えたなって思っても、やっぱ出し続けてほしいんですよね。だから疲れ見えたな、じゃあ休まそうかってやっちゃうと、結局体力つかないですからね。まあ、ベテランはいいですけどね、ベテランはもう今から体力をですね、つけるっていうことはないと思いますけど、まあ、佐藤選手あたり若い選手はもうとにかく出し続ける方がいいと思いますよね。近本にしろ中野にしろね、出続けて今ね、こうしてこう、その、なんていうんですかね、1年間の体力っていうのをこうつけている、いって成績も上がってきたっていうね、1年間通じてこう、試合に出られるっていう感じになってきているわけですから、佐藤選手もね、もう疲れが見えてきてもバッティングの調子が悪くなって、でもですね、まあ出し続けて、その体力をつけるというところでね、使っていってほしいなというふうに思います。だからもう今年も4番で行くって決めたんやったら、もう4番でもうずっとフル出場させてた方がいいかなというふうに思いますね。成績が落ちてきてもですよ。成績が落ちてこようが疲れが見えてこようがですね、とにかく出し続けて、で来年以降にこうつなげていくというそんな感じで、使っていってほしいなというふうに思います。はい、ということでですね、まあ昨日の試合は完勝ということですから、まあ今日が大事ということで、今日のですね試合をなんとか勝ってですね、もうとにかくヤクルト3立てするやないわけですからね、もう2勝1敗やったらヤクルトからしたら、あ、まあまあええかっていう感じですよね。だから阪神からしたら何が何でも3連勝ですよね。でヤクルトからしたらまあ1個勝ちゃええわっていう感じですから、あ、もうとにかくもう3連勝目指してですね、今日明日と頑張っていてほしいなというふうに思います。はい、ということで、このあたりにしたいというふうに思います。今日はねナイトゲームですけども、またその試合の後にお話ししたいと思いますので、よろしくお願いします。最後までお話聞いていただきましてありがとうございました。さよなら。